見れば見るほどです。はい、まあさっき韓国のね首相は大統領はいう話がありましたが、はい、日本の首相はそして知事はどうやろうというところが、はい、次の話題になっております。知事、沖縄知事の会談ですね。はい、はい、小栗満月さんからいただいております。安倍さんと尾長知事の会談のニュースをテレビで見ておりました。尾長知事が挨拶をしている途中で、はい皆さん出てくださいという声がして報道陣が退出させられました。会談後の記者会見で尾長知事は、本来なら私の挨拶があと 2,3 分残っていたところで皆様方が出られたと話しておりました。官邸側は尾長知事の、発言を放送させたくない意図があったんでしょうかね。昨今の報道への圧力といい、なんかピリピリしたものを感じます。会談の内容は、会談の前握手している2人の表情、微笑んでる安倍さんと眉間にシワを寄せている尾長知事、この表情が全てを物語っているように感じましたということですが、まあ報道陣がこっからはというのは今までもいろんなところであったことはあったんでしょうけれども、はい、あれ3分でしたかね、うん、3分間のあれであと出てきなさいというのが、まあ前にあったということで前提としてもですね、はい、そのことが尾長さんが知らされていたのかどうかいうところがちょっと問題ですね、うん、はい、もし知らされていたなら尾長さんは報道陣がいるうちにいろいろわーと言わないかんかったと思いますけども、うん、知らずにずっと喋って、はい、ああもうここで終わりかいうのは、そのあたり知らされていたんかな、うん、どうだろう、ね、ありますし、別にこれってなんでしょう、入社試験の自己 PR とかじゃないので、うんうん、まあ、たとえ3分とか決められていても、それ、うん、3分って言われてたの、10分も15分も喋ってたら切られると思いますけど、はいはい、そうだ、3分ジャストはいダメみたいな、それもなんかこう大人げないなという。ないのいうことや、まあ、それはね、あんまりにも長いとちょっと、まあ今3分って言ってたのにちょっと長くないですかっていうのはあるかもしれないけど、はいはい、30秒1分ぐらいはまあいいんじゃないのって思いますけどね。そこのところはどういう話し合いだったのかなというのもちょっと気になりました。田島美子さんからもいただいております。安倍さん訪米の、手土産会談だと、この人はもういきなりそうやって書いてありますね、はい、うん、ちゃんと話し合ってますよと、はい、アメリカさんの基地があるところはちゃんと私どもちゃんと話し合ってやっておりますからいうところの手土産になるということらしいですがね、はい、この際歩み寄りだの説得だの安倍さんには関係なかったようです。あとは野となれ山となれ、とりあえず会談した事実があればオバマさんの前で口にする言葉など沖縄県民や尾長さんが知るところではないわけです。辺野古への移設が解決策とする政府に県民の理解で対抗する沖縄県、最後には代替案の水を向け、黙らせる安倍さん、そこに妥協点があるとは思えません。尾長さんは安倍さんがオバマ大統領と対談する際に沖縄の反対方針を伝えるよう願いましたが、安倍政権の常套手段である臭いものにはがっちり蓋をする方針が沖縄よりに動くとは到底思いません。尾長さんの要求など日本に置いたまま海の向こうに、飛び立つんでしょうね安倍さんは、ということらしいですね。まあ、この人の意見としては、まあ、とにかく話し合いをもせずにアメリカへ行ってしまうとお前らどうなっとんだと、うん、ね、お前らの国のことをきちんとやってこっち持ってこいよって、まあ、向こうに言われかねないもんですから、はい、ちゃんと話しましたよということで、だいぶ前から話し合いはいうことが言われてましたけれども、訪米の前にちょこっとも話し合いやりましたという、うん、はい、事実は欲しかったというのがこの方のご意見ですね、うん、35分間だそうですけどね、会談、うん、難しい問題でね、多分朝まで生テレビなんかでも一晩中かかってああやこうやって言ってもまだ結論が出ないような、そういうのが35分間というようなことですかね、うん、まあまあね、他にもいろいろやらなきゃいけないこともあるんでしょうけれどもね、はい、うん、マグロの定義を知らない旦那さんからもいただいております。アメリカの顔色が第一の安倍首相と中国の顔色が第一の尾長知事、溝が埋まるわけはないですよねって、あ、中国の顔色が第一の尾長さんというご意見も出てきましたですけども、うん、と思いながらね、あ、そういうのがありますかね。エロッチさんからいただいております。尾長知事はどうしたらいいのかな、普天間どうするつもりなのか、全然考えがわからないんです。まさか本気で沖縄から基地
地がなくなると思っているのならあまりにも分かっていないんじゃないんですか。最低でも県外ということを言った宇宙人を信じたの。はっきり言ってこの知事はハトポッポと同じレベルじゃないでしょうか、ということで、この手のご意見は右の上にも3年さんからもいろいろいただいていたりと、さらにこちらの方ナイスのパパさんからも、それから、美穂の松原信江さんという方からもいただいておりましたですけど、まあ鳩山さんと違うところは、鳩山さんは総理の立場でおっしゃったし、はい、尾長さんは知事の立場ですから、はい、全然これ立場は違いますよね。まず、はい、当事者であるっていうところが、ね、そういうことがありますもんね。ありますから、はい、うん、ただまあ鳩山さん評価する人においては、はい、ああいうことを言及した総理は今までいなかったというところが、うんうん、今までさっきの話で、もう沖縄がね、基地がなくなるなんてとんでもないという意見も日本の中にある中で、総理の立場であれを減らすんだというようなことを言及したというのは、うん、なかなかおらんですよという評価する人もいるわけですよね。はい、うん、でもあるいろんなニュースなんか聞いておりますと、まあ、今回辺野古に対する移転とかなんかいうのが、はい、今までの基地が危ないから大変なんですよというようなところで、うん、はい、じゃあ辺野古というような形になるんでしょうけれども、はい、やっぱあれからするとプラマイゼロの話ですよね、言ってみたらね、うん、うん、で沖縄というあれだけ集中したところからなんとか基地はなくせないのかという一つの機会として、またずっと尾長さんなんかは言っているわけで、はい、一つもマイナスにならへんですよね、うん、プラマイゼロの話ですから、うん、そこのところが沖縄県民の気持ちの一つにはあるわけですから、ね、沖縄でないとダメなのは当たり前じゃないかっていう雰囲気が、まあ、それは意見の一つとしてあると思うんですけど、うん、沖縄の人がそれじゃ嫌だって、当事者が嫌だって言ってる場合は、当事者が本当に嫌だって言わないと、うん、動かないわけで、うんうん、そこもう本当の最初の一歩のところですよね。それを、うん、その、なんかこう、何言ってんのみたいな、こう、押さえつけ方っていうのはちょっと違うのかなという気がしますね。うん、第三者がどうこうっていうのは、まあ、いろんな議論の余地もまた別にあると思うんですけどね。いろいろ、いろいろありますよ、うん、僕らはね。基地もないところですから。はい、ああ、もう沖縄や、いや、沖縄やないとか、それは言えますよ、はい。沖縄の人が言う言葉の重さはまた、全然僕らとは違う。はい、当事者ですからね。はい、当事者と当事者とではないのとでは、全然やっぱり重みが違うと、うん。まあ当事者の中でもね、意見がいろいろ分かれてるよみたいな話はこの番組でももちろんありましたけど ね。知事の得票率がね、うん、はい、沖縄県民のこんだけしかないじゃないかと言われます、うん。そうすると、安倍さんが日本国民の中で得た、あるいは、それ以下の得票率らしいですからね。はい、うん、ええ、それはもうそれを言ったらお互い様やというふうに思いますけれども、当事者の言葉いうのは重いもんやなというふうに思いますね、うん。日本を守るということからすると、あまりにも、沖縄に集中しすぎているあの基地は、はい、本当に何とかしたいという人の気持ち。うん、うん、で日本を守るのは日本全体ばらけた方が全部守れるような気しませんか、日本を守るというの。またこれがだから意見の分かれる、基地があるところがあると、まあ、その攻撃されるのとかいろいろ、じゃあそこ一点集中していいの、そこだけが受けようのかいうとかね、一発攻撃されたらそこ終わりますよ、うん、ほいで、うん、だからまあその辺のところがやっぱこう いろいろこう意見が出る議論になっちゃうっていうところではあると思うんですけど、ね、なかなかね動かんですね。東京なんかもね、一極集中してあそこに大きな震災が起こったら日本はもう大変なことになるぞと言われていて、分都論とか戦都論とかという話がずっとありました、はい、あそこにありも基地機能が集中して、あそこに直下型地震起こったらどうするんだということで分散していこう、あるいは名古屋に置きましょう、大阪に置きましょう、いろんなところに機能を分散していこうというのが一つの危機管理の、政治ということに対しての危機管理ですから、うん、なんか基地も同じような気がするんですけどもね、一発そこに起こった時はどうなるんやろうか、日本が守れるのかと。まあ、だってぶっちゃけ言ってしまえば、じゃあ米軍基地は霞が関の隣に置いて一番守ってもらいやすいところにやればみたいな意見だってないわけではないでしょ。
でも、それなら。てもらいやすいところが攻撃しやすいところ。ところでもある。だからそういう議論になってくるとね、難しいですよね。ね、うん。どっちも言えることですから。はい。動物奇想天ぷらさんからもいろいろいただいておりまして、小長知事はありとあらゆる手段を使って日米同盟、日本安保体制の安定のためにも辺野古基地は作ってはいけないと。そういったことを踏まえ、訪米もその一環となると。いろいろやってきた、やっていきたいと思うと述べたということで、この人も日米安保というのはきちんと踏まえながら、うん、そして沖縄の立場というものをお話ししに行きたいということらしいですよね、うんうん、さっきの鳩山さんもあんな発言した総理はいなかったですということを言いましたけど、はい、こういう行動に出る沖縄知事っていうのもね、なかなかないような気がしますよ。ここ大統領に直接会って言うんだというのはね、はいはい、今までいましたかね、こういう知事は。ねえ、そこまでだから、総理大焦が聞いてくれないみたいな、こう、焦燥感みたいなものも。あったんで、だから、こう、加味してみたいなところ。話し合ってるんですけどね、っていうのは欲しかったでしょうね。うん、はい、お前ら話し合うから直接来たじゃないか、知事が。どうしてくれるんだ、というのの、うん、まあ、一つのさっきのね、はい、手土産、安倍さんの手土産になるのかな、ということでしょうけど、ね。いろんなね、この番組にも意見は寄せられてますけれども。うん。うん、という、もう一枚だけど、小塚イサリーちゃんからいただいておりますけど、小長知事安倍ちゃんと、安倍ちゃんって、会談して、辺野古移設断念を訴えました。で、今度は、訪米したアメリカ政府に、辺野古移設断念を要求するそうですが、その渡米費用はどこから出されるんでしょうか。まあ、そこまで言うなら一度、沖縄から普天間から、基地機能をどこか他県に移転したらどうでしょうか。各地に分散してもいいですという、まあ分散論と集中論と、やっぱここは防衛上分かれるとこなんで、ね、はい、これはまた皆さん方考えてほしいと思いますが、ただこの策は沖縄県民を兵糧攻めにするようなもんだと思います。もう一度言います。なぜかしら前回の、沖縄知事選の詳細、どの地域でどの候補が何票獲得したかがどこにも掲載されていません。前後する他の選挙では掲載されているんです。ここに注目してください。そうなんですか。という地域、どの地域が、じゃあ、こういうふうなことを言っていたのか、いかないのかというのが、いつもは出てるらしいですね。この地域ではこの候補が何票取ったと。前回っていうのは小長さんが当選した時ってことで、いや、その前ですか。前の時。はい。はい。そうなんですか、うん、他の選挙ではそれが掲載されてる。これをどう取るかということらしい、ということなんですけどもね。はい。いろんなことが考えられます。